谷口、谷口切り込んでいってキックアウト、あーいいですね、神里のスリー決まりました、お見事でしたね、はい、ポジショニング、選手がどこに立ってるかっていうのが違うんですよね、なんで佐川非常にね、ゾーンプレスかけられても、はい、素晴らしいスリー、スティールからのスリー、いいスティールからね、3点でしたよね、ただ佐賀もすぐさま奪い返します、三原に入りました、三原が決めます、ピックアンドロールを非常にね、対応してますよね、ここはターンオーバーになります、そしてテレンスキングダンク、素晴らしいですね、豪快に決めました、はい、ここのプレーなんですけど、ここですね、今のね、これガードの選手がやるプレーをね、彼がやってしまうと、スタンドバイ、そこをね、見逃さなかった、反対に言うなら佐賀、ガルシアが今スティールしたんですけど、そこを見逃さなかったっていうのがやっぱり素晴らしいプレーの、はい、そしたらもうミスマッチができないんで攻めれない、攻めれなくなってしまうってことですね、うまくミスマッチをつけなかったという、そうですね、ああこのフィーラー、さあいい流れで、ね、佐賀はね、ここファールまだ使えるんでね、ファールで切ってもいいんですよね、長島、ああ決めました、山本翔太切り込んでいって、ああ自ら行ってエンドワンです、ケースフィーラーファール4つですからね、あそうですよね、はい、まあ、今のバスケットカウント、マクリーンが切り込んでいってキックアウト、あ佐賀がね、遺伝しましたね、あ入ります、連続でスリー決めました、佐賀としてはね、ほとんどもう今のは佐賀の、あごめんなさい、佐賀ですね、はい、佐賀の2つ目のファウルです、さあマクリーンダンク、そしてここも西川に対して山本翔太、さあフィーラー預けて岸田が打っていく、ああ決まります、はい、岸田選手もね、やっぱりスリーポイント得意な選手ですからね、攻略できないといけないですよね、この佐賀の守備をなんとか攻略したい熊本、田渡り、さあソーシルフエンドワンです、フィーラーキックアウト、西川ロングツーは決まりました、ショットクロックは残り3秒、フィーラー、さあ外から狙っていった井上決まった、素晴らしい、はい、シュートだと思うんですけど、はい、勇気がいるんですよね、あそうなんですね、でも、まあ、それをこの終盤にあれをできるっていうのは